そこに来た初日はどんな感じだったんですか？だから初日ってさ、要するにその前に偵察に来てて、西成怖いとこやし、うん、何も分からへんから偵察に来とって、だから要するに飲み屋行って、うん、ちょっと働きたいんやけど、どうしたらええのとか聞いたら、車に乗れ、朝早く来て、え、乗るんですか、何時頃？言ったら、まあ3時頃からやってるけど、まあ5時頃からぐらい。朝の3時からやってるってことか、うん、で、だいたい5時頃に、まあ、一応終わんね。で、8時頃もうないことないね。それは近くの現場やで。ふたしたらさ、サンダまで行くのよ。ひどいであんの。サンダで遠いで、だいぶ。とか五条とか行くやんで。下手したら山の中に置いていかれんねんで。どうして帰るの？置いていかれないでしょ。置いていくよ、大丈夫だ。え、置いていくよ。そう、うん、もともとしてた、置いていくよ。あ、なるほど、待ってはくれないと。そうそう、あ、そう、置いていかれたことはない。置いていかれそうになったことある。いうか、あの弁当を車に積んどってやんか、それはさ、そこをなんとかね、山の中にいるかな、何もないとこないで、歩いて飯食えるとかってええねんけども、何もないので、みんながさ車に乗って掘って返してさ飯行くよね。みんなが最初分かれへんもやから、そこにリュック置いとった中に、なあ飯あれへんや、入ってしまった飯かって。で、僕がこっち来た時に、あのこの雰囲気に馴染むのにすごく苦労したわけよ。一見してよそ前思えたらさ、呼んでもらえへんやんか。だから死刑じゃないけど、ちょっと汚れてくとか、あえて、あえて。で、それで野宿のね、経験もしとかなあかんな思って、知り合いとこちょっと止めてとか言って、喫茶店行っとって、喫茶店のマスターが西って言うやつやけど、そこに来てる路肩のおっちゃんがいてるわけよ。で、そいつらとちょっと親しくなってたから、あの子を野宿してるよって言うから、青缶してるよって言うから、野宿だから青缶してる。で、青缶も最初はびっくりするわけ。青缶いたら女性を犯すことやんか。え、そうなんや。うん、普通青缶いたら外でセックスすることやん。そこが、ここは青缶いたら外で寝ることだ、一人で。だからさ、その青缶してる人の行って、うん、ちょっと青缶教えてとかいうような感じで言うたら、その布団貸したよからねとか言われて寝てた。すごい。あ、じゃあ住むところはあったけれども、青缶をあえて経験してみたっていう。そうそうそう。青缶した時はお隣にはもう友達がいてるから、一応安心やったわけ。あ、で、それでその前のやつはまた違うねんけどな、まあ、それはそれで、で喫茶店のマスターに言われてたわけ、西に。な、俺にな、ワンカップか缶コーヒーは出すよって言う。頼んで書いてんねんから、報酬は払わなあかんわけ、ここのルールとしては。青缶する時の、報酬料。あ、報酬料。だから、ここは要するに自分がちょっとエヴァみたいな思ったら、相手にさ、こう飲まさなあかんわけ。飲ませてたらこっちなんも喋ったら向こう聞いてくれるわけ、うん、飲まさんと喋ってたらさ、やっぱ怒るよな。こっちは飲めば、お酒っていうことですか。そうそう、だからそういうなんか暗黙のルールがある。なんかブルーシートを貼るのも特権がいるんですか。ブルーシートは特権はいらないけど、そこに住み着くのは周りの人間と共同になってしまうから、だからやっぱりそのボス的なやつもいておるし、縄張りはあると思う。あ、じゃあある日突然新しい人がブルーシートを貼り出したらどうなるんですか。怒られたり。それは何やろ、一応挨拶するやろ周りに。あ、その人がちゃんと周りに挨拶すれば大丈夫っていう。まあ気に入られればな。あ、気に入られれば。気に入られなかったら、だからとりあえず酒も出てね、あ、今度来ますけどよろしく言ってね、飲んでくれたらまあいいことやんか。いらんわ言われたらさ、赤いことやんか。じゃあやっぱりもう、挨拶はお酒っていう感じなんですかね。まあ一応お酒やな。どうですか。まあ別に僕は
ジュースでも、まあ、ジュースで無理にお酒の飲まなくてもいいし、まあ、そういう人は確かに おると思いますわ。じゃ、まあ、ジュースって言ってくれたらジュースも持って、はい、こうやって来ますって買いに来ゃいいことだし。こっち来た時一番最初覚えたのがさ、うん、あのなんか単管の切り方やから残り方を覚える。え、俺はさ怒鳴ったことないやんか、うん、そやから怒鳴るの練習しないとさ大変なんやから。あ、そうだね、本当だったやとかな。嘘やん、これ練習してやったよ。やったことないもん、普通そんな言う人ないしない感じ、うん、言うたら大変なことになるやん。でもここでやるとそれ覚えとかないとさ兄ちゃんみたいになるやん。ちょっとなんか通りすがりなんかこういう風に行って、いや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 っていう感じで、怖い。